皆さん、こんにちは。テクニカルディレクターが中心に集まる、ベースドラムによる技術に関する様々な情報をお届けする番組、ベースドラムライブです。今回は、10月にロサンゼルスで開催された、Adobe が開催する世界最大級のクリエイティブカンファレンス、AdobeMax をご紹介していきたいと思います。テクニカルディレクターの中田です。はい、テクニカルディレクターの森岡です。よろしくお願いします。はい えっとまあ、今回、えっと、自分が、えっと、AdobeMax の方に行かせていただいたんですけども、うん、まあ2019年に a d o b e c r e a t i v e e g e n c y いう Adobe のアーティストレジデンスプログラムのメンバーだったりとか、うん、まあそれ以前にも Adobe のインサイダーとして呼んでいただいたりとか、HP の Z アンバサダーという枠で呼んでいただいたりとかしたことがあって、なんだかんだ4回目の参加になりました。うん、でも今回ベースドラム、えー として行ったみたいな形になったんですけど、はい、今年のアドベマックスが、えっと、コロナ禍以降初めて US 以外の、えっと、レジデンスというか、えっと、人が参加できるイベントということで、ぜ、え、ひ、っとまあ、とも行きたいなという感じで今回行かせていただきました。いつもは、いつもはというか、いつもはそのコロナ前は普通にその世界中から人が来るイベントで、コロナ禍の場合はオンラインと、あとは去年かな、去年が国内のみ。 ああそ,うそ,うそうです、そうです。こじんまりしたイベントでやってて、今年から、まあ、あのそれまでの路線に戻ったっていう感じなんです、ね、そうですね、ただ人数が、えー、自分が最後にいたたぶ、うん2019、2018かな、1万5千人まで入場者を入れてたんですけど、んん今年は1万人に抑えて、うんんまあ、マックスの状態でまだやってないっていう感じではあるんですけどんんまあそれでもかなり規模を大きく感じました。 アドビ b マックスってそもそもどんなイベントなんですかねそうですよね。なんか知ってる人も知らない人もいると思うんですけど、はい、ど一応説明しておくと、アドビまあ年に1回開催している、えー、とクリエイティブカンファレンスで、っ、えー、と今年はロサンゼルスで開催されました。で、ここ、えーと、自分が行った3回ぐらいはロサンゼルス連続でやってるんですけど、うん、それ以前は結構いろんな都市を転々と、自分が初めて行った時はラスベガスだったんで、転ん、うん、々としてる時期もあったそうです。で内容としては アドビの新製品発表だったりとか、うん、アドビの製品が世界にどのような影響を与えたのかとか、うんえっと、世界のクリエイティブの動向をアドビなりに分析した発表だったりとか、なんかそういうのが、えっと、メインのまずキーノートという形で、初日だったり2日目だったりに結構大々的に発表されたりとかします。うんうん、でそれ以外にもアドビ、えっと、ツールに限らず、いろんなクリエイターだったり企業のワークショップ、そしたらドロップボックスとか Vimeo とか、 マイクロソフトとかも、えー、っとワークショップを開催して、マイクロソフトの、えー、っとワークショップとかは自分も参加してきたんですけど、まあ実際にプロダクトチーム、サーフェスのプロダクトチームが、えっと、どういう背景でプロダクト、あサーフェスチームが出来上がったのかとか、どういう考えのも、うんえっと、あの大企業の中でプロダクトをデザインしてるのかみたいなことを話したりしてて、すごい面白かったです。それ以外にもスポンサーのブースうん、うん、っていうのもかなり広い。 エリアってものすごい歩かないと全部見れないんですけど、そういうのもえとたくさん出てったりとかして、主にその3つが、アドビマックスのメインの内容になるんじゃないかなっていううなんかわかんないですけど、日本、意外とそのアドビマックスの名前だけど、もちろんアドビの製品なんかの発表もありつつ、いろんなメーカーさんがブース出したりして、新機能とか新製品とかをまあクリエイターとかに向けてこう発信しているっていう。 イベントになってるっててる感じですかそうですね自分が結構そのそのブース回るのがすごい好きなんですけど、うん、結構そのテック系のイベントとかにも出るよう、ね、にそれこそロ,ロジクールだったりとかうん、うん、マイクロソフトもそうですしデル,デルもそうですし今機材のメーカーっていろんなテック系のイベントにもブース出してると思うんですけど AdobeMax、うん、に関して言うとやっぱクリエイターのためのイベントなのでクリエイターに寄り添う形で例えば、えー、MSI であればクリエイター向けの ラップトップを展示してたりとか、あるいはそのさっき言ったマイクロソフトのブースに行くと、実際、プロダクトチームはマイクロソフトのブースに立ってたりとかするんで、うん、えっと彼らから聞くそのサーフェイスの良さの話って、普通にえっと技術的な人だったりとか、とあるイベントで雇われた人とかじゃなくて、結構中の人がちゃんとプロダクトチームがしかも話をしてく,るのくれるので、まあ、実際にどういうふうに寄り添いたいのかみたいな目線で話をあね、うんうん、まあすごい。うそうですね。 そこがすごい個人的には好きで、はい、結構いろんなブース回っちゃって、うんうん、いろんな人と話したりしましたね。なるほどね。はい、今回見に行った感じで、こう、注目ポイントみたいなの,っていうのはどんなところにあったんでしょうか見てきて分かったポイントみたいな。そうですね。まあ、今年多分一番でかかったのは間違いなく、えっ、ー、と、Adobe のイラストレーターの Firefly 関連の発表。Firefly って、えー、と今年の夏でしたっけ、うん、?Photoshop の Generative f i l っていう うん、画像の外側を自動的に生成してくれたりするような、はい。生成での塗りつぶしみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。はい。あれが発表されてすごい話題になったと思うんですけど、うんうん、その、それを、なんかその辺の AI 機能を掃除して、うんうん、アドベンマ、Firefly という名前でやっていて、うんうん、それが、えっと、いられに、今回組み込まれたっていうのが一番大きな発表かなというふうに思いましたうん、うん。具体的にはどんな機能が入ったんですかね えと2つ多分あって、テクストゥ・クター・グラフィックスっていうのと、ジェネレティブ・ディ・カラー。個人的に気になった機能なんですけど、ジェネレティブ・ディ・カラー自体は多分もうすでに使えて、えー、とこれはえとポンって押したら、えー、とベクターの色、配色みたいなのは自動的にこう変えてくれるみたいなやつなんですけど、うん、自分はこれよりも、てか多分みんなそうだと思うんですけど、うん、テクストゥ・ヴベクター・グラフィックスっていう発表は今年かなり話題になったかなっていうか、インパクトでかかったなと思いましたね。うんうん これはどういう機能なんですかねはい、これは、えっと、テキスト、フォトショップも一緒なんですけど、テキスト入れたらジェネラティブフィールするんですけど、これはテキスト入れると、えっとベクターグラフィックス。あ<ー>要は、あ<ー>イラレ上で、ヴェ、うん、クターっていうフォーマットで使える引き伸ばし自由なフォーマットのグラフィックが生成できる。うんうんうん、はい、ビットマップのグラフィックスじゃなくて、ベクターのグラフィックスができる。そうですね。はい、例えばわかんないですけど、飛行機のアイコン欲しいとか、 で、パッパッパって飛行機みたいなことを入れたら、うん、いろんなパターンの飛行機が出てきて、うんうん、でその中からこんなのを選びたいとか。うんうん、で、ちゃちゃちゃって選んだら、まあ、例えばモーショングラフィックスやってる人であれば、多分飛行機のアイコンちょっと飛ばしたいけど、今までデザイナーにおさんにお願いして、いられる起こしてもらったようなのが、もうテキスト、えー、とベクタグラフィックを使っちゃえば、もう自分の好きなパターンをパッて出して、像の中に突っ込めたりだとか。あとは多分、フォトリアルな街とか作ってる人とかであれば、<う>看板のデザイン。 あなるほどね、うん。みたいなの、ちょっとしたアセットも、ベクターグラフィックで入ると、スケールが自由に変えられたりとか、か色も自由に、結構自在に変えられるんで、かなり、うんうん、かなりインパクトでかいなって、個人的には思いましたね、うん。これはまだ実装されてないのかなどうなんですかねいつから使えるようになるんだろうなんか、使えるようになってるような口ぶりだったら、もうすでに使えるのかもしれないんですけど、うん、ちょっと自分がまだ触れてないですね。はいまあ、ちょっと、あとで、あとでというか、まあ、各自調べてみてもらえればと思います。はい。 はい、確かに、モーショングラフィックスとか CG のアセットとか、メインでベクターグラフィックスが欲しいあ、を作ってる人じゃないけど、ベクターグラフィックスがとりあえず欲しい人には、めちゃめちゃいい機能ですね。そうですね、はい、逆にだから、それで仕事してた人たちは、そのちっちゃな仕事をやりたかったのか分からないですけど、そういうのが微妙になくなっていくような世界でもあるなと思いましたほ他にこういう AI 的な機能が、うん、AI とか生成系の機能が追加された、えー、ツールってあったりするんですかね、アドビー製品の中で。 多分いくつかあるんですけど、自分がちょっと動画に特化してやるといか動画が好きなんであの若干インプットが偏ってるんですけど、はいはい、あの adobe のプレミアプロにえっ、ー、と内蔵された。えっ、ー、とテキストベースで映像を編集する機能は個人的にすごい面白いなと思いました。どんな機能が入ってるんですか、ね？どういう内容かっていうとえっ、ー、とまあ。 映像編集って基本的にそのタイムライン上でテープをカットするような形で今までこうやって切って貼って前後並べ替えてみたいなことでやってたと思うんですけど、この機能はもうなんかテキストエディターみたいなのがえっとプレミア上に出てくるんですよ。うんうん、で、ここに自動文字起こしてあのインタビュー内容が全部文字でこうバーって出てきてて<ー>で、例えば、あーとか、自分の作家で言ってますけど、うん、口癖みたいなのをまず自動的に消すみたいなところができたりとか、うん、それ以外にもその文字ベースでの切り貼り。 このインタビューの後にこの話をしたけどこの話じゃなくて次の話をこっちに持っていきたいみたいなことしたらはい、はい、テキストベースでそこの編集したら自動的にタイムライン上でその音声に該当するところがポッて移動する。はい、ええー。うん、文字起こし原稿を編集したら 動画ができあが、それに対応した動画が出来上がるみたいな。あ,あ、そうですそうですそうです。討論すれば。そう。なんか何。これは結構その映像編集が変わるなっていうかあのうん、うん、あには文字の構成が得意な人たちが、うん、えっと映像編集を映像編集っていう形でやらずにするの。うん。その技能がなくてもできるような世界になるんじゃないかなっていうのはすごい個人的に。はい、文字の編集技能を使って動画が作れるということですね。そうですね。その人のはい、うん、ええ面白い。あすごいいいなと思いました。うん、なんか今年。 なんか去,年去年は違うかな、コロナ禍以前だと結構なんかこのベースドラムがいるような業界のクリエイターさんたちがアド o マックス参加してたと思うんですけど、今年の参加者ってどんな感じだったんでしょうかもちろん世界中からいろんな参加者が来てたんですけど、うんうん、日本からの参加者に、えー、と限定すると今年は結構少なめだなって正直感じました。まあ、自分も、えー、とコロナの前の年とかも,もちろん行ってた時とかは、多分ん30人ぐらい。 日本のクリエイターだったりとかがみんなにこそっていって、ちょっと歩けば日本人がどこかしらにいるぐらいの人口密度の日本人もいたんですけど、うんうん、今年はあんまりそこが多い感じはしなかったですね。確かに、なんか SNS 見てても、なんかあまりこう、アドビマックス行きましたっていう投稿は、日本語ではあまり多くなかったかなっていう感じは。 しますねそうですね。まあ、うん、コロナ禍明けて初だからとか、なんかいろんな事情がもしかしたらあるのかもしれないです。あですね、まあ一応 AdobeMax って日本でも来週16日。ああ<ー>、そうか日本版みたいなやつも,、はい、日本版もあるので16日ですね。うんうん、なんかそっちに参加される方も多いのかなって思っと。あとはあれですよね。AdobeMax 製品の実装される機能の話もあるけど、RD みたいな話、Adobe がやってる RD の発表みたいなのもちょこちょこあるんですよね。 あそうですねこれ結構自分が一番好きなプレゼンテーションでスニークスっていうプレゼンテーションがあって今話題になってるそのファイヤーフライとかも34年前とか結構これこのスニークスの中で発表された機能が、えー、製品として実装されてるなっていうのでアドビの R&D チームが今どういう研究してるのかっていうのを、まあ、10個ぐらいお目ね発表するような内容のプレゼンテーションでした。 うん、これ、ベースドラム的にも参考になるのが、のエンジニアが実際にプレゼンテーションしてるって言うんですけど、あのプレゼンテーションの訓練をも1ヶ月も3ヶ月も前からするんですよ。え、そんなにめちゃくちゃプレゼンがうまいですね。ええー。<laughs> 研究とかをそっちのけでプレゼンの練習するんです。うん、ね大変そうだなと思いましたけど、うん、やっぱりあれだけの上質なプレゼンテーションができて初めて伝わるみたいな世界だと思うんでああので、そこはすごい参考に。なるほど。なんか面白い研究トピックスとかあったりしましたか やっぱり AI を中心としたテーマが多かったんで、もうほぼほぼ AI 関連で,でしたね。うんうん、まあなんか、A、VectorGraphics、うん、違う、えっと、3D モデリングツール、これ AI 関係ないですけど、その中でも、うんえっと、プロジェクトネオってやつは、Adobe が、えっと、オーソグラフベースのモデリングツールっていうのを使っ作ってた。 オーソってあのオル,オルソってあのヘイコトウっていうの。ああそう平行投影ベースのモデリングツールっていうのを発表してたりとか、えねまあ、これ関係ないですけど、これ個人的にちょっと面白かった。で、それなんで平行投影かっていうと、その画像そのままベクターとしていられに入れられるように。ああ、なるほどね。みたいなリサーチで作ってたやつは個人的にテンションが上がりました、ね。Adobe、ねえーね、って 3D ソフトは直接は持ってない 現状はないですね。まあ、えっ、ー、と、あれか、サブスタンスの中に一応それに近いやつはありますけど、ちょっとやっぱりいわゆる使いやすい 3D ソフトは現状持ってないですね。うん、他にもなんかテキ,テキスト、手書きベースのフォントを自動的にフォント化してくれる研究だったりとか、はい、なんかい,いっぱい面白いのがありました。うんうん いいえ面白いです、ね、えちょっとこの辺は細かく話し始めると時間が足りなくなっちゃって。<laughs> そうですね、ここら辺の話だけで、まあ、30分とかいけそうな、3時間いけそうな話ですね。じゃあ全体的に今の話で言うと、どんな感じでしたかなんかその今までその4年間行かれてたと思うんですけど、比べるとこうアドビの向いてる方向みたいな話で言うと、どういう方向に行くんですか カジュアルなユーザーに振ってる印象は今年すごいありましたね。なんか例年だと結構セレブリティが登壇するみたいな傾向が強くて、もうなんか手の届かない人がえー、いスローでクリ,クリエイターみたいな。もうそれこそ村上隆とかビリー・アイル氏とかも登壇してたのがあるので、ね、もうなんか手の届かない人たちみたいな人たちが結構登壇してたんですけど、今年は 結構その SNS でどう成功私は成功したかとか,か SNS 上でそうメンタルヘルスのこう安定のさせ方みたいな人たちが結構登壇してたりとかしててなんかなんだろうまた結構変わったんだなっていう印象を受けましたねでそれ以外にもやっぱツール周りだと AI がを使ってもっとカジュアルに 誰でもものが作れるようになってたりだとか、あともう一つ面白かった発表としては、Google と Adobe が多分一緒に開発した、えー、っとあ開発じゃない、えーっと、タイアップしてなんか作った、その、えー、Chromebook の話をされていて、うんうん、なんかその Chromebook って2、3万とかで買える、格安パソコンとして売り出してるものだと思うんですけど、そこに Adobe の Photoshop だったり、Elements、えー、っ,ってブラウザーベースでいじれるようなソフトがデフォルトに内蔵されてるものを発表されてたりとかしてて、 なんかそれって多分より広い地域で、えー、とクリエイティブに関われる人が増えるようにっていう思いを込めて多分発表されてるもんだなっていうふうに思ったのでうん、うん、なんかすごいこうより多くの人たちがクリエイティブに絡めるような世界をアドベアは目指してるんだなっていうふうな印象を受けましたねうん、うんうん、なんかそんな感じはしますねなんかプロフェッショナルな人が、まあ、AI 周りでの生成周りで喜ぶかっていうとまたちょっと違ってでどっちかっていうとそのさっきも出てましたけど メインツールはモーションなんだけど、ベクターグラフィックスの叩き台が1個欲しいっていう人が使えるための機能だったりとか、あるいはまあ、その、ね、多分他の分野で何かをやってて、たまたまこの、こういう分野の作り物が必要になった人がパッと出せるような機能とかをどんどん増やしてる,るっていう、なんか間口を広げていっているような印象がありますね。 そうですね本当にそんな感じの印象、まあ、例年やっぱり徐々にカジュアルな感じがしてるなみたいな、カジュアルユーザーに振ってるなって印象はあったんですけど、今年はもう登壇者含め、特にかなここの印象を強く感じたイベントでした。はい、はい なんか他にこうちょっと面白かったポイントとかって何かあったりしますそうですね、まあ、ちょっと今 <laughs>、時間が時間なんですけど、えー、とそのブースの中で一つだけ個人的にはなるほどなって思ったし、ベースラムにちょっと関連しそうだなっていうふう思ったブースがあったので、ちょっとその話を簡単に軽くしたいんですけど、あの移動型バーチャルプロダクション施設が展示されたんですよ。えー、これ何かっていうと、なんか大型のトラックの中に LED スクリーンを設置して、なんかジャングルみたいになってて、その中でバーチャルプロダクションが体験できるみたいな。な えっと、サービスを多分展開されてる会社さんなんですけど、えー、この人のこれはアドビじゃなくてってことですね。あ、ではないです。アドビではなく。えっ、ー、と、で、この話、すごい、この人たちの話ってすごい面白かったのが、えっ、ー、と、要はそのバーチャルプロダクションでベースラムとかでも、えっと、インカメラ VFX とかやると思うんですけど、うん、それやるときって、もうどっかの施設に行って、巨大な ADD スクリーンがあるところでやらないといけないんですよね。うん でもう産業として考えた時、えっときに、森本さんも大学とかで教えてるから分かるんですけど、大学で教えにくいんですよ、この領域って。施設、はい、がないんで。うん、そういう人たちの願い,にえるため願いを叶えるために、えっと、トラック型にして、えっと、まず、あ、今のところ、分アメリカだけなんですけど、全米中どこでも行くよみたいな形で学生とか、もっと気軽にバーチャルプラクションできる人が増えることで、最終的に産業が盛り上がるんじゃないかみたいな思想で、そういうサービスを展開されてる。 ブースがあって、そこはすごい面白いなと思いながら。はい、なんかでかいアメリカだからまずは始まったっていう感じです,、はい、そうですね。日本であのサイズのトラックがそのスピード感で走ってたらやばい。<も> <laughs> そうですね。でも日本ではちょっと増やしてほしいですね。<laughs> そうですね。まあ、課題解決の方法としてはすごい秀逸というか、あの賢いな、うん、なるほどなと思いました、ね。はい。ありがとうございます。はい。はい というわけで、BD ライブでは毎週このようにテクノロジーに関するテクニカルディレクター目線でのトークを配信しています。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また、テクニカルディレクターに語ってほしいテーマがありましたらコメント欄にリクエストをお書きください。それでは今週もありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。